やっほー、上原愛です。よろしくお願いします。すごい可愛いにゃんって。みやくん、個人的に聞きたいことを。3ヶ月休みなかったりした。詐欺にあって。やっほー、白猫みやくです。にゃん。やっほー、上原愛です。よろしくお願いします。わー、ありがとうございます。いや、こちらこそよろしくお願いします。すごい可愛いにゃんやってくれた、はい、今日は本当に初めてみやくんのチャンネルに来ていただいたので、はい、みやくん個人的に聞きたいことをわかりました。いや、愛さんってことは現役の頃から知っている。あ、嬉しい。その後の、はい、こう YouTube 始められたりとか、はいはいはい、なんか Twitter でダイエットとかやったじゃないですか。はいはいはい。あれでめっちゃ人柄の素敵な方なので、すごいファンになって嬉しい。そうです、本当。嬉しい。多分現役の時とかってあんまり彼氏とかって作れないじゃないですか。でもあんまりそんな決まりとかはあんまりないね。あ、そうなんですね。なんか割と自由。でもなんか私は結構忙しくって、はいはい、毎日割と撮影があったので。めっちゃ忙しいみたいな。毎日ぐらい。なんか月25日で撮影とかあったりとか。すごい。そう、あとはなんか最後の方とかは3ヶ月休みなかったりとか。3ヶ月ですよ。すごい。そう、だからあんまりその彼氏を作る時間がなかったというか、だから結構いないことが多かったですね。最初の始めた時はいたんですけど、半年ぐらい。あ、そう。YouTube でも見ました。あ、そう。でも超えてからは全然ですね。でもめっちゃ体力あるってことですか。どうなんですかね。頑張ってました。わあ、すごい。みやこも YouTube の撮影とかいろいろあるんですけど、それは毎日とかしたら本当にもうなんか死んじゃいますね。大変だけど。その今好きな人とかいないですか。好きな人は今はいないですかね。ご飯行ったりとかする人はいるんですけど、はいはいはい、好きな人っていうのはいないですね。そうなんですね、趣味とかってありますか。趣味ハマってることとか。ハマってること、なんだろうな。でもなんか結構資格を取ることが好きで、いろんな資格を取ったりとか、引退してから知ってて、最近車の免許をやっと取って。そうなんですか。そうなんですよ。ずっとしないとしなくなるって言われる。あとは前から投資とか好きで、株とか、ツイッターとかでもそうやってて、でなんか最近仮想通貨を始めて、なんか割とそういうのをやってます。空き時間とか。きっかけが現役の時に詐欺にあって、自分でちゃんとお金大切にしないとなって思って、はいはいはい、なんかお金になんか働いてもらえることないかなって感じで。あいさんすごい綺麗じゃないですか。女の子もやっぱ憧れっていうか。全然全然。男性リスナーさんもメロメロだと思うんですけど。いやー、嬉しい。特にこう肌のケアとかで気をつけてることとかあるんですか。肌はでも化粧水だったり、はいはい、乳液だったりとか、はい、そういうのはちゃんとやって、パックは朝晩毎日やってます。お水結構たくさん飲むとかですかね。そうなんですね。水か。あとはなんかやっぱクリニックで肌治療したりとかしてます。あと日焼け止め絶対塗る。あー、焼けないようにみたいな。大事かもしれないです。これから夏だから。そうですね。何え何じゃあ全然触ってもらってて大丈夫。何はい、どうぞ。これダイエットみたいな。そうです、そうです。すごい。いいんですか。あー、何これ。やばい、声が。ドッキリです
かこれは。プチドッキリみたいな。ああ、はい、ドッキリです。雑魚高いなとはちょっと思ってたんですけど、セッティングしてて、あの雑魚高くなっちゃったなみたいな。そうですよね、なんかアイさんの目線が違うなって思う。確かにちょっと思ってたよ。全然違うんだ。全然違う。ドッキリあんまりされないし、しないの。そうですね、はい、びっくりした。いたずら好きなんで。あ、そうなんですね。びっくりだったよ。概要欄の方にアリさんの YouTube と Twitter、 あ、はい、ありがとうございますので、ぜひ見てください。ありがとうございます。また違う動画とかも一緒に、はい、見ますと嬉しいです。はい、はい、よろしくお願いします。それではバイバーイ。バイバーイ。今からある実験をしていきたいと思います。熱でゴム溶けたんじゃないかなっていうぐらい。